ハジーカス。そうですね、ここに入れて、まあそうですね、やっぱりジャクソン選手は外に出したくないですからね、藤井が打って沈めてきました。そうですね、さあ、ピッチのロールから、あっと、ここはちょっとパスが出せませんでした。あー、ヒース選手走ってますよ。はじいかつに合わせて、いや、柔らかいシュートで沈めてきました。3秒バイオレーションを取られました、ジャクソン。はじいかつ、あー、ここは正確です。自分で持っていく、自分で持っていって、あー、ここは松田が取りました。松田からマイケル・ヤング・ジュニアが行きました。ここで横浜タイムアウトを取ります。あー、今ゾーン気味に守ってますからね、はいはい、コーナーから森川かわして、あー、来ました。よかったよかった、これね、ここで1本返しました。としてはよかったですね、これね、川崎コールが帰ってきました。さあ、ヤング・ジュニア、いやー、強いな。バスケットカウント、エンドワン。さあ、今度は川崎、長谷川、藤井、はじいかす、今度はこの位置で持ってゴール下に入ってきていました。ほら、これでもピックアンドロール、ね、完全に今ずれてますからね、磨いてきた自分たちのバスケット。さあ、入ってきたヤングジュニア、熊谷、はい、バックドアでダンクでいきました。ロスターに戻ってきました。ゴール下入れた、足ダンクで行きました。いや、このプレーいいですよね、はいはい、先ほどはいい合わせからダンクもありました。入ってきた熊谷、ピックに行く藤井、はじいかす、このピックアンドロール、早い展開を許しませんでした。さあ、シューター、森川来ました。これ頼りになりますよね、ママとしては。はじいかす、ここが正確です。これが大きい、バジーカス入れれば再び一桁。森、まだ持っている、探している、森川のスリー、決まった。素晴らしい。2分20秒で8点差。あーっと取っている、出動取っている、ま、森川6本目は来た。首位攻防戦にふさわしいゲーム1になりました。森川選手、オープンにした。今いい形だ。フリーになっているが、来たー、オリバーのスリー来ました。さあ、2点差になりました。どうした、ヤングジュニア。うわ、素晴らしい。川崎の高さでもあります。ミスマッチになってましたね、今のところで。まあ、ただ得失点差もあるんで、これ最後まで横浜はね、スコア狙いたいですよね。狙いたい、はい。ここで試合終了。詰められはしましたが、最後は川崎のバスケットボール。